皆の衆、分かっておるな。来たるべきは、アシナ存亡の戦。一心様、そしてアシナの民のために、命を捨てて参ろうぞ。我らこそアシナ、不当のアシナ衆よ。おう、アシナのため。
皆の衆、分かっておるな。来たるべきは、アシナ存亡の戦。一心様、そしてアシナの民のために、命を捨てて参ろうぞ。我らこそアシナ、不当のアシナ衆よ。
苦労様。刻限ですね、エマ殿。分かっています。源一郎殿がお待ちなのでしょう。天守の上階に戻ります。狼よ、あの時吹いてくれた葦の羽笛じゃ、こたびはそなたが、音を頼りに、きっと参れ。旦那、この城の侍じゃないみたいだな。忍び、それもかなりの手だれと見た。おう。やっぱりか。だったらよ、この辺りの侍どもを黙らせちゃくれねえかい。ちと下手こいちまってな、しつこく追われて参ってるんだ。まったく、アシナの真面目侍どもめ、俺なんか追っかけてる場合じゃないだろうによ。ああ、もちろん礼はするぜ。俺の食いぶちは情報なんだ。この辺りの侍たちを黙らせてくれたら、いいネタを旦那に教えようじゃないか。Come on!
あんな相当の手だれなんだな。助かったぜ。約束の礼だ。受け取ってくんな。じゃあな旦那、縁があればまた会おうぜ。
物資殿の竜害治ったようです。ああ、これを物資殿に渡してください。これはあの人の好きなお茶です。会期祝いに良いでしょう。狼殿、では茶を持ってきた。うん、そうか。まったく世話焼きやがって。茶だ。うまそうな茶じゃ。もらうとするか。しみれ。こいつを飲んでるとエマの父を思い出す。エマ殿の父上とは？道元。あいつは希代の薬師だった。そしてからくりにも明るい。いや、からくりバカの息か。ちとふざけたやつだが、わしの恩人よ。ああ、お前さんの恩人でもあるぞ。どういうことだ？腕を失ったわしに、道元が作ってくれた。今は、お前さんの左腕にあるそいつをな。もっとも義手作りも初めは思うようにいかず、幾度も幾度も作り直してくれた。どうした？忍び義手をまともに動かす修練じゃと言ってな。絵馬にせがまれ、駒やら何やら掘らされたものじゃ。そうしたことを重ね、忍びの牙と呼べる代物となった。いわば、忍び義手は、道元の忘れ形見じゃ。忘れ形見？うん。随分と経つ。忍びを捨てたわしじゃが、それだけは捨てられなんだわ。わしが掘るほど業深いものは、お前さんもいつか掘ってみれ。それで、からくり筒が仕込まれて、筒薬と組み合わせ、お前さんの死の使えそうな筒薬を見つけ。狼殿、ではまた。
Whoa!
you